はい、皆さんこんにちは。いつまでもバイクでチャレンジチャレさんです。イエイ。はい、今日もバイクでツーリング中。はい、非常にハッピーですね。バイク乗れてるだけでハッピーな私でございますが、赤だよ。はい、マスツーリング中にね、いつものように、雑談トークの元ブログを撮るというね、はい、お約束のようなあの感じですけれども、はい、前回ね、フロントフォークについてのお話、マニアック話したんですけど、今日はホイールについてのお話をしてみたいと思います。はい、 CBF シリーズのホイールの話ですね。はい、いろいろ種類がございます。はい、まず7半径のお話をしますと、初期型の FZ、そして FA に関しては、人手型のアルミの、コムスターホイールになってます。前後とともに そういうホイールで作られてます。コムスターというのは、リムにですね、アルミのプレスあのキャストのプレスキャストをこう貼り付けて、キャストホイールのようにを、組んだ形のホイールっていうのかな。はい、当時は、キャストホイールの、合成とスポークホイールの、シナリオを合わせ持つと言われてましたけどね。はい、そういうホイール、まあもう今となっては、イニシエの、はい、懐かしの技術ですけれども、そういうホイールです。はい、そして、19インチです。フロントが、リム幅が 2.15 というフロントは非常に細くて、後ろも 2.15 という非常に細い、フロント19、リア18、はい、これが、使うタイヤも前が確か90で、幅が90で、後ろが120ぐらいだったと思います。はい、そういうホイールを、CBF シリーズは、最初、ついてました。これ FB まで同じです。 FB は、裏コムになりますけど、ホイールのリム幅は同じ 2.15 と、後ろが 2.50 になってたか 2.15 のままだったか、ちょっとあの記憶が定かではございませんが、そんな感じでございます。はい、非常にね、細い径、の大きなホイールを使っておりました。それが、FC になってからね、フロント18インチ、リアも18インチになりまして、ブーメランコムスターというね、コムスターホイールでもブーメランでちょっと剛性の高いものに変わります。そしてこいつがですね、リム幅がフロントが 2.50、 リアが 3.0 です。はい、ちょっとリムの幅が広くなりますということで、フロントタイヤが100が履けます。はい、そしてリアが130が履けます、幅がね。はい、というふうに、まあそれでもナロータイヤなんですけど、ちょっとだけこう変わりますね。でこの、シリーズとしては7半も900も1100、900もそんな感じなんで、1100に関しては、ですね、CB750 はそういうふうに変わる、 CBX1000 もそういうふうに変わる、CB900 もそういう風に同じように変わる、 CB1100 は初期の RB は19インチホイールで裏コム、ゴールドの裏コムなんですけど、こいつはこいつだけ多分確かリム幅がフロント 2.5 で後ろが 2.75 っていう設定があったと思います、だったと思います。はい、これが違うんです。確かフロントフォークもだから37π とかで、あそこだけ違うんですよ確か。で、RB、RC と RD になっては 39π のフロントフォークになってからは、普通にゴールドの、ブーメランコムスター、フロント 2.5
3.50 ですけど、オプションホイールとして 3.50 のブーメランコムスターゴールドが用意されてました。はい、もうおそらく手に入らないと思います。はい、あっても1本15万とか20万とかそういう値段取られるんじゃないでしょうか。はい、そういうまあホイールの組み合わせになってます。はい、で、あと 1100F に関しては、リアのホイールが17インチです。はい、ゴールドのクムスターですけど17インチ、リム系は同じです。はい、そして、US かな、ヨーロッパ仕様かな、どっちかはキャストホイールも用意されておりました。はい、1100F だけそういうちょっと 1100FD ですね、だけちょっとそういう異質なものがついていたと思います。で、ホイールの変遷についてはまあそういう話なんですけど、僕自身がじゃあどれを使ってきたかと言いますと、表コムスターですね、シルバーの人手型の表コムスター、そして、CBX 専用の裏コムスター、そして、今使っている FC の、ブーメランコムスター、この3種類を、この CB には使いました。今現在もその FC のものを使っています。で、何が大きく違うかっていうとですね、19インチと今 最終的にフロントフォークの径とかブレーキのシステムとかも変わってはきているんだけれども、大きく違うのはやっぱりフロントのフォーク、あのホイールの径の違いですね。19インチと18インチの違いだと思います、乗ってて僕が感じるのは。うん、でやっぱりね、19インチ のホイールの乗り方とこの18インチのホイールの乗り方が違います。はい、18インチの方が明らかに乗りやすいというか曲がりやすいです。はい、曲がっててもあのこうラインを変える自由度があります。19インチはもうパタンと寝たらもうそのまま同じ角度でずっと旋回するしかできません。途中であのコーナーの曲率が変わったりギャップがあったりしても避けたくても避けられません。うん、なんかある程度スピードが出てしまうと。はい、やっぱ直進安定性とかは非常にいいんですけど、そういう意味で言うと警戒感というかコーナーをひらひらする感覚は、19インチの CBF にはちょっと厳しいです。あ、はい、あの厳しいという言い方はおかしいです。あ、できますが、昔のバイクって感じです。つまりどういうことかというと、形はこういう風にちょっと近代的になったけれども、当時の Z1、Z2 とか刀とか全部19インチなんですね、フロントが。つまりパターンと寝てあのコーナーリング中もそのジャイロ効果で、フロントが非常に安定している思考なんですよ。はい、そこから急にね運動性を求め始めて、どん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 フロントのホイールは小径化していきます。CBF シリーズの次に出た VF7 半とか CBX750F とかは16インチホイールになります。というように、切れ込むような、感覚に人間というかライダーはそれを求めてきたというか、シャープな、コーナーリングを求め始めた、ちょうど変遷期にこの CBF はあったと思います。ただ16には一気に行かず、もちろん、またかよ。はい、CBF はその変遷期であってさすがに16インチにはならなかったんですけど、AMA のレースを走ってたスペンサーのマシね、よく言われるスペンサーレプリカとかではありますけど、スペンサーの CB なんかは16インチホイールでした。そういうまあそういうところで取ったデータをもとに、一般の人でも乗れるような形で、ホイールを19から18に小径化したんだと思います。まあ、ただそれによって微妙にディメンション変わりますよね。その分キャスターが立ったようになりますし、いろんなところで、ちょっとした、今までの安定していたものが運動性が良くなった感じがします。で、僕自身がこの18インチに乗って感じるのは、フロントが切れ込む、いわゆるセルフステアで切れ込む量が多い
です。なのでフロントのタイヤが非常によくちびる、すり減っていくのがこの18インチの特徴かなと思います。で、僕自身もそれが普通のフロントフォークの突き出し量だと気持ち悪いので、ここ目いっぱい、フロントフォークのここですね、突き出しをゼロに限りなく近くしての長くしてます。フロントを持ち上げてる形、つまり、19インチと18インチのホイールで、約1インチ 2.5 センチ直径で違うので、半径でいうと 1.2 センチぐらいですね、下がるんですね、フロントが、はい、ホイールを小径化すると、まあ、正確に言うとタイヤの扁平率とかもあるので正確に言うとそうではないんだけど、なのでできるだけフロントフォークを出した方が本来の CBF の出すっていうのは向こうね、ここをな限りなく突き出しをなくせる、フロントフォークを長くする、設定にした方が、本来の CB の、運動性というか安定性というか、もう設計 された時の、形に近づくわけです、はい、で僕はその形で目いっぱいここをだ長く出してる感じですね。ここを突き出し多く取ってる人もいるんですけど、そう僕はちょっとあんまり好きじゃないのでやってないです。はい、こうそういうところが、違っていて、大きく19インチと18インチで曲がるときに何が大きく違うかって言いますと、さっきも言いましたけどコーナーリング中の旋回が途中で、変更できる、もう一回クイーンって入れられるのが18インチです、はい、で切れ込む感じで曲がっていく、はい、で19インチの乗り方ってどうだったかって思い出すと、本当後ろ乗りです、はい、リアステアといいますか、お尻が、極端な話で言うと、シートの、タンデムベルトがあるじゃないですか、あそこら辺ぐらいにお尻が当たるぐらいまで、お尻をずらして手がこんなにいっぱいいっぱい伸びた状態でのハングオンをしたら、とりあえず、一定の弧を描いて深いバンク角で曲がっていく感じでした。でバンク角が深い、そうそう19インチはバンク角が深い、うん、すごいね、ペタンと寝かさないと曲がらない。ただ曲がってる時の安定感は、19インチの方がありましたし、長い旋回、深いバンク角で長い旋回を楽しむのには非常に良かったんですけど、まあ曲率がくるころころころ変わるワインディングとかを走るのにはこの18インチの設定の方がの気が楽、乗りやすいですね。ちょっとだけ前乗りもできるし、まあもちろん本格的に走ろうと思うと後ろ乗りと言いますか、リアにしっかりとお尻を落とした方が、フロントのステアがよく効くんですけどね、はい、セルフステアがよく効くんですけど、ただまあ白バイ的にこうちょっとハンドルを切ってこじって回る乗り方もこっちの方が全然しやすいです。はい、まあ、そんな感じで19と18の違いですね。あとこれが、例えば17とか、16とかそういうもっと、尖った方向に変えるとどうなるのか、ちょっと僕はやってる人はたくさん見てきましたけど、意外とこうセッティングに苦労されてる方もよく見たので、うん、リアサスの高さを調整するために、車庫調のできるオーリンズを手にしたりとかね、いろいろ苦労はされているのは見てきましたね、はい。まあ、僕の場合は基本的にそのノーマルの足回りをベースに流用しているので、微調整で済んでますけど、結局こうやってやっぱ乗って安定して乗ってこうある程度こう動かせてっていうのが、やっぱり一番楽しいんじゃないかなと思うんですよね、はい。で、あ、そうそう、選べるタイヤも、もう今となっては19も18もほとんど同じような感じで、ハイグリップタイヤはそんなにもう選べる種類がありません、はい。ツーリングタイヤはいろいろあると思いますけどね。で僕はいつももうバトラックス
ブリヂストンのバトラックス使ってますけど、あとなんだっけ、ダンロップの K300GP とかね、グリップはいいですけど持ちがね悪かったりとかしますしね、そういう感じでまあ好みですね、はい、好みでいろいろ使ってみるのはいいんじゃないかなと思います。という感じで、はい、フロントフォークの話もしましたし、前回今回フロントのホイールの違いの話もしました。はい、ということで、CBF シリーズ、ちょっとマニアックシリーズですね。はい、いっぱい写真つければいいんですけど、いろいろ探すの大変なんで、僕の文言聞いて自分で調べてみてください。という感じで、はい、ホイール系の違いについてのお話ちょっとしてみました。ではまた次の動画でお会いしましょう。ではまた、バイバイ。